ケイザヤくん、はいはい、ハムサムチャンネルの結果見ましたか？見てない。俺のコメントのグッドはどうだったよ。あ、ケイザヤのコメントあったな。見てないの？見てない、見てない。あ、別に、何、両方来てんだけど。サブチャンネルどうだった？サブチャンネルかぶせないで。いや、これ東海オンエアの控え室と全く同じサブチャンネルを撮るっていうサブチャンネルなんだよ。あ、そうなの。新しい、ね、新しいね。なるほどね。そう、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。サブだとパクリとかも言わないしね。そうですよ。じゃあまあちょっと今から今結果見てみようって、コメント欄で。あ、ちょっと今結果見ましょう。東海オンエアのサブチャンネルでこの部屋を片付けた方がいいかどうかっていうそのアンケートとかね。なるほど。コメント欄で撮ったわけなんですけど、俺こっちからと、ここ撮ろうかね。めちゃくちゃもういいやん、こっちも。俺ら見るよ。見るよですね。コメント欄見ます。どうなってんだ。コメント 7？ え？何コメント7？ なんでコメント7なの？え、何コメント7って。これでも一番上4000だわ。え、これ本当のコメント欄？お前消したな。コメント7は7なわけないじゃん、絶対に。絶対7なわけないじゃん。いやいや、本当に何もしてないって。掃除した方がいい以外のコメント消しやがった、この人。ありえないです。ありえません。消してません。そんなことしない。え、そんなことしない。ありえない。7なしかないよ、本当に。本当に7しかない。あるじゃん。あんのかい。何この操作。この7がブロー。7がおかしいけど。4000以上あった場合、やっぱ7出てる。もうセンスな。4000のやつら、マジでやばいな。結果、結果どうなりました？あ、もう4000対1100ということで片付けるってことね。逆にいいの、ピカピカの部屋で東海の動画撮ってて。これこういうのもなくなっちゃう。何？こういうなんかさ、積み重なったものとして。こんな汚い写真いらないよ。いや、自分写ってる。もうただ機能性の面も考えてほしいよね。そのさ、音の反響とか。まあね、ちょっとしたね、ふわふわ系のものは置いといてもいいけど、このゴミと判断されるものは全部いらないんで。そうそう、ティッシュが意外に散らばるようになってから格段に東海の音が良くなったっていうことをご存知でしょ、あなた。鬼のように、花粉症のおかげでね、鉄ちゃん、鬼のように音質が上がったから。その発想はなかった。やばかったよ、マジで。それまでがひどすぎたんだよね。まあ単純にこのままビオ君がここで堂々とくれないんで、ちょっと片付けましょう。じゃあまあこのね、切ったね、部屋を今から片付けますんで。とじみつさん、はい、これ捨てちゃいましょう、この箱を。これですか？これね、はい、公開応援で三脚として使ってた箱なんですけど。これはもう…三脚使いましょう。三脚使うようにしよう。はい。変わったし、なんか出てきたし。来たなっていうか、なんか。そばめっちゃ出てきた。そばがドラドラにそば出てきた。こういうことも言われなくなるよ、こういうの、こういう面白いのもそば出てきたみたいな。いや、それが今このサブチャンに使われたからもういいやん。もう面白かった。はい。なければ買えばいいみたいな。セレブセレブもん。あれでもこっちでつけ、これ。おじいちゃんさ、これつけどうするんですか。これするよ、こんな。おい、セレブセレブ、また早い、また早い。はい、じゃあ部屋を見ていきましょう。素晴らしい部屋。はい、こちら何、まあこちらいつも通り何もないですね。そしてこっち側見てください、これを。素晴らしい部屋。皆様のご協力により、ほんと綺麗。この白いんだね、この三脚もあるし、ありがたいですね。歴史がゼロですね、これはね。歴史がゼロ。いや、我々の歴史はどう、あの YouTube の世界に残ってますか。あれだ、俺あの新しく借りようと思ってた、ゴミ部屋、ゴミ部屋を。新しくここからもう出してって言われて、泣く泣くそっちに持っていくっていう部屋を作りたいと思います。ああ、悲しい。もうそういう部屋を家建てたら作ります。まあそう、そうだね、てっちゃん。じゃあ将来家建てるときは1個部屋を分に作ってゴミ部屋って。ゴミ部屋を作る。もう由緒正しきゴミ部屋を。あ、ゴミ部屋になっちゃったじゃなくて、ゴミ部屋として部屋を作る。あ、だったら別にね、こっちもじゃあちょっと今日ゴミ部屋に遊びに行こうっていうメンタルになるから、うん、で、ゴミ部屋で撮影でしょ。そう意味ねえじゃねえか。撮影部屋何に使うんだよ。俺実はちょっと徹夜サイズだった。そう、わかるでしょ。わかるわかる、めっちゃわかるでしょ。まあまあね、悲しいもん、この部屋。まあ4月1日新年度ですから、とりあえずまた今年度の歴史を作っていこうと。なんでいつかゴミミュージアムを作りますよ。ゴミミュージアム、ゴミだけを展示して。ゴミミュージアムできたら、じゃあ、まあ皆さん無料で招待しましょう。入場料はゴミで、ゴミで増やしていく。皆さんのゴミっていうコーナーを。お楽しみ。はい、ではゴミ集めよう。近所の人来るぞ。近所の人ゴミ捨てに来るのか。家庭ゴミ消して。それはやばい。金もダメです、金も。じゃあ綺麗になったようで、りょうくん撮影しに来てください。じゃあね。くそー。